右の車線に入ろうとしたタクシー。人が大人の前で、極印の前で、そのような発言。長い指揮も。1945年生まれ。広島の中央放送のアナウンサーを経て、亡くなったって。え、死んだ、うん、あの人は、うん、リュウちゃったじゃん、ようテレビ、うん、武藤真紀子って人やろ、うん、なんで死んだって、なんか亡くなったって。ちょっと今のところにとって亡くなった、なんで亡くなった、そうなんですか、先ほど話した金属1930